ねえ、バン。ん？二人で遠出したのって結構久しぶりだったよね。楽しかったよ。じゃあお店戻ってるね。本当はミゲロさんに留守番頼まれてたんだ。バン、お願いだから危ないことはやめてね。やだよ、怪我とかいなくなるとか。俺だって嫌だよ。ならいいんだ。じゃあね。ごめんな。さて、王宮に忍び込む方法じゃがな、まず五番倉庫に行ってみ。あそこに扉が二つあるじゃろ。右の扉はお前がよくネズミ退治をやっとる場所に出るが、そっちではない。左の扉からガラムサイズ水路に降りるんじゃ。水路は王宮につながっとる。奥に王宮の通用口へと続く階段があるはずじゃ。そこから中へ入れるじゃろう。しかしただ王宮に入るだけでは宝なんぞ手に入らん。むしろ王宮へ着いてからの方が大変じゃ。王宮の宝物庫は秘密の扉によって隠されておるからの。そこで役に立つのがこのクレセントストーンじゃ。秘密の扉を開くのに必要な魔力が宿っておる。よいか、バン。紋章は太陽の力を欲し、秘められた道を与える。この言葉、忘れるでないぞ。王宮に入れたら、まず紋章を見つけるのじゃ。そこへ太陽の力を注げば、導きの光が差すじゃろう。じゃが忠告しておくぞ。もし捕まればナルビナの監獄に放り込まれて死ぬまで牢で過ごすことになるんじゃ。そうじゃな、とにかく今夜はやめておけ。忍び込むのは一晩じっくり考えて覚悟を決めてからにせ。3班から6班まで到達、待機しています。今のところ帝国には気づかれていません。残りの人間を急がせろ。日没までに配置を完了させるんだ。はっ。
こっちこっち。
おーい。こっちこっち。やった。よし。やった。え？手が込んでるな。あんたはこの物語の主人公さ。ブラン、魔石だ。坊や、お渡しなさい。なんでだ。これ俺の獲物だ。お前から奪えば俺のだな。逃げられたよ。釣れない女神ね。落としがいがあるさ。イフリートか、大げさな連中だ。
手回しが良すぎる。帝国の奴ら待ち構ってやった。そいつを俺に渡すんだ。くそ、ここにもいたぞ。行け、フラン。何が起きたの？浮力が落ちたというより消えた。もういい、ほっとけ。どうせ上がってもイフリートの火遊びに付き合わされるんだ。地道に行くか。でこそ、ドロー、そんなにビエラが珍しいか？バンだ。いや、うん、ま、フランみたいにヒュムと組んでるビエラはそういない。ええ、空を飛べずに地下を逃げる空賊と同じようにね。空賊？あんたら空賊か？それじゃあんた…バルフレアだ。いいか、こそ、おばん。お家に帰りたかったら俺の言う通りにしろ。俺、フラン、お前、三人で動くんだ。わかったな。うん。こいつは渡さないからな。強情なことで。